午前1時45分、道の駅ウェーブパークのメリタワに到着。午前2時、受付場所に向かいます。手の消毒と検温をします。名前を告げて受付をします。参加費5000円もここで払います。受付完了後にライフジャケットが渡されます。チケットです。抽選までの間、無料で記念写真撮影をしてもらえます。注意事項の説明後、船に向けて出発です。今回、私は3回目の参加です。2022年4月の出航率は6割でした。私の参加した便は過去3回とも出航しています。ただし、会社の行事企画として2回、ホタルイカ観光船の乗船を企画し手配したのですが、2回とも欠航になりました。滑川漁港に到着。本日乗船する観光船です。後方を歩いていたため、2階デッキは埋まっていました。後部甲板に座ります。なお、船内に座席はありますが、子連れの家族が1組入っただけです。出航します。15分程度で定置網に到着しました。ここからビデオカメラの画像です。さすがに後部からだと遠いです。網についたホタルイカを落とします。網箱に集め一気に引き上げます。小さめの船が近づいてきます。
ます。もうしばらくすると電気が消されます。発光を見るためライトが消されました。遠いなと私のカメラの性能上、発光はあまり映ってません。目視だと多少見えます。漁師さんがホタルイカを投げています。終了です。次の定置網に移動です。5分ほどで次の場所に到着しました。すぐに前方確保のため移動です。場所を確保できました。ビデオカメラの画像に切り替えます。こちらに向かって網を引き上げます。海をライトで照らすと
ホタルイカが見えます。盛大な拍手をお願いします。
交渉は終了です。ビデオカメラに戻します。さっきの違いは取れます。イワシを取り除く作業もしています。元の位置へお戻りください。元の席に戻ります。は
反対側に鳥がいました。港に戻ってきました。この後は前回までなかった旅行見学です。3分程度歩いた場所にあります。定置網にいた漁船が戻っています。取れたホタルイカの水揚げです。ここで選別作業を行います。混じっているイワシなどを取り除きます。道の駅ウェーブパークのメリカワに戻ります。ライフジャケットを返却します。最後にお裾分けもらったホタルイカを茹でたものを試食として配られます。以前は小分けされた生のホタルイカやイワシをもらいましたが、そのサービスはなくなったようです。いつもはスーパーの冷たくなったものしか食べていませんが、茹でたては格別です。2017年に撮影した動画は最後に貼ります。2018年は動画にしていません。今回も無事出港でき楽しめました。この動画が気に入っていただけたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。